君が笑えるなら目と目合わせるからシンプルに今を楽しもうよ。こんなにもたくさんの人の中で出会えたことが奇跡じゃないかな。自然な自分でいられる瞬間、毎日が当たり前で愛しい。いつも過ごす時間大切って焼き付けたいけれど追いつけない。今日が終わり明日がやってくる幸せ、もっと心に刻んでいきたい。君が笑えるなら声を聞かせて今シンプルな時間感じ合える。恥ずかしいなら目線合わせてもう一度進もうよ。当たり前に明日が来るシンプル皆さんこんばんは、梶由紀子です。今日は、ナチュラリーアワーズお届けをいたしました。実はですね、私、昨日私のいつも愛用しているここが紫色のギターがあるんですけれども、それをですね、メンテナンスに出そうと思いまして、ちょっとギター屋さんに、坂のドルフィンギターズさんに行かせていただいてたんですけれども、そこで運命的な出会いがありましてですね、というか何回もこう行かせてもらってて、その中で何回もこう、あ、これいいないいなってこう目にはついてたんですけれども、昨日ねこの、試奏をさせてもらってこちらのギターを購入してまいりました。よりこうやって皆さんにこうやって発信していくものをね、よりこう自分自身も楽しんで届けていきたいし、皆さんにも楽しんでいただきたいだし、このね、今自粛の期間っていうこともあって、自分自身のこうねスイッチを入れ直すためにですね、まあそれもあったし、こうどうしても欲しかったっていうのもあるんですけれども、いろんな理由でこの子をお家に迎えました。すごいね軽いんですよ。で今日はここのラインが繋がってないので、まだねこの子ね、ここにエレアコって言っていつも使ってるものはここにこう繋げれるようにね、音をこっから取れるようにそういう処理がされてるんですけど、この子はまだこっからしか音が出ないので、今日はこちらのコンデンサーマイクで撮ってみましたが、明日からもね動画でたびたびこの子もね登場していくかと思います。すごいなんか今までのギターとはまた種類の違う感じの音がしていいんですよ。なんで新しい仲間を皆さんに今日はご紹介しました。こう指弾きでも綺麗に音が出るし、あとはねピックでもいいんですけど、こんな感じでストロークもいい感じの音が出ます。
明日からも活躍していきますのでぜひご覧ください。そして、昨日 YouTube ライブを一緒に、楽しんでいただいた皆さんありがとうございます。で、そうですね、また来週も放送が決まっておりますし、アーカイブも来週の14日の放送までは、残しておりますのでぜひご覧ください。来週の14日の放送も、以前に録画した録画配信のものになるんですけれども、私もあのコメント欄から参加をさせていただきます。今週と先週は長堀ダイナーさんで撮影したものだったんですけれども、来週はねちょっと違う場所で撮ったものを、そして初めてのゲストもね来ていただきながらお届けしますので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは、また明日お会いしましょう。梶由紀子でした。また明日、バイバーイ。